マルバーンヒルの戦い、マルバーンヒルの戦い、マルバーンヒルの戦い、A、バトルオブ・モルバーンヒル、または、ポインデクスター農園の戦い、A、バトルオブ・ポインデクスター、S ファームは、南北戦争序盤の1862年7月1日、バージニア州ヘンリコ軍で、7日間の戦いの6つ目、かつ最後に起こった戦闘である。南軍ドバートイーリー将軍はほとんど難攻不クな、 マルバーンヒルの北軍陣地何度かバラバラの攻撃をかけさせた。南軍は1インチも前線を進めることなく5300名以上の損失を出した。北軍ジョージ・マクレラン少将はこの戦いでの勝利にもかかわらず、奉還に守られる、ジェームズ・カワゾイ・ハリソンズ・ランディングの残酷に軍隊を退き、半島方面作戦は終わった。7日間の戦いの最後のものは、 国軍が初めて都合の良い陣地を占領してのものだった。その前の6日間、マクレランのポトマック軍は、ジェームズ川の安全地帯に向かって交代を続け、リーの北バージニア軍が追跡した。この時点までの7日間の大きな戦闘はほとんど引き分けであったが、マクレランはリーの攻撃的な姿勢に狼狽しており、実際の両軍はほぼ同じ勢力だったが、 かなり勢力で負けていると思い込んだままだった。マルバーンヒルは見晴らしが利き、前日にフィッツ・ジョン・ポーター准将の第5軍団が準備した大砲陣地があった。マクレラン自身は戦場におらず、ジェームズ・川沿い、ハリソンズ・ランディング2の軍隊を進めていたので、ポーターが軍団指揮官として最も上位のものだった。陣地の前の斜面は木を払われて視界が良く、 北に広がる平原には、マクレランの法主長ヘンリー・ジェイ・ハント大佐が末250門の大砲から猛爆で一掃することができた。この平原の向こうは、湿地と深い森だった。ポトマック軍全軍は丘を占領したが、第四軍団のサイラス・ケイシー師団は、この時ジョン・ J ・ペック巡将が指揮していて、ハリソン・ランディングまで進んでおり、戦わない時でも、 北軍前線の左右翼を形成していた。北軍の前線は、ハリソンランディングの左右翼から、ポーター軍団ジョージ W モレル巡哨師団の最左翼まで大きな半円状に伸びており、丘の北西斜面に地形的利点を持って占めていた。モレル隊の右に隣接するのが、この時ハリソンランディングにいた第四軍団から、派遣されたダライアスコーチ殉承の師団であり、 北軍陣地の実質的中央を占めた。ポーターは、高地隊が占める部分を指揮したが、高地が独立して指揮を取れるようにし、他の軍団指揮官の一人の指揮下に、その派遣手段を置かなかった。高地の右手に伸びる北軍は、サミュエル・ P ・ファインツェルマン巡将の第三軍団から、フィリップ・カーニーとジョセフ・フッカー各巡将の手段がいた。 その右手が、エドウィン・ブイ・サムナー准将の第2軍団であり、イズラエル・ビー・リチャードソンとジョン・セジウィック各准将の士団で構成され、次の第4軍団、ペックの師団でハリソン・ランディング橋が止められた。リーはこの陣地の側面を突くというよりも、直接の攻撃を選び、その砲兵隊が道を開いて、不評の攻撃を成功に導けるものと期待した。これは、 翌年のゲティスバーグの戦いにおけるピケットの突撃デモさんを誤ったのと同様だった。リーはまたそれまでも一日間の激闘と後軍があったにもかかわらず、自軍の兵士が北軍の兵士よりも戦える状態にあると思っていた。北軍軍団の多くはまだ実際の戦闘に化しておらず、それがマクレランの統率力を非難する元になっていたが、この戦闘ではそれが良い方向に働いた。 リーの作戦は、北のクエーカー道路沿いから、ストーンウォール・ジャクソン、リチャード・イーウェル、D.H. ヒル・カク・将と、ウィリアム・ H.C. ホワイティング・ジュン将の手段を使って、攻撃することだった。ジョン・マグルーダー少将は、ジャクソン隊に従い戦場に着いた時はその右手に着く、こととされた。ベンジャミン・フーバー少将の手段は、同様に後をついていくこととしたが、リーは、 展開に合わせてその右手に予備隊として置くことにした。前日のグレンデールの戦いで最も激しく、交戦したジェームズ・ロング・ストリートと AP ・ヒル各省省の師団は予備隊として置かれ。7日間の戦いの大半の戦闘と同様、D の複雑な作戦は実行段階でうまくいかなかった。接近する兵士たちはひどくぬかるんだ道路とお粗末な。 地図のために送らされた。ジャクソンは、ウェスタンランと呼ばれる沼のようなクリークに到着し、突然停止した。マグルーダーの道案内は、戦場から離れた南西のロングブリッジ道路に、誤って導いてしまった。最終的な戦線は、フーガー師団、アンブローズ・アールライト・トレイス・アーミステッド各順将の、旅団を右手に、DH ・ヒルの師団、ジョン・ベルフット順将とイベンダー・ロー大佐の旅団を手の、 クエーカー道路に形成された。南軍は攻撃前に大砲の砲撃を待った。リーにとって不幸なことに北軍のヘンリーハントが先に打ち出し、午後1時半から2時半までこの戦争での最大クラスの集中砲火を行った。北軍の砲手は優れた武器と熟練度を持っており、クルーハウスの北線2 0 0ヤードの丘と北東のポインデクスター農園に集められていた南軍の 大砲の大半を使えなくした。この挫折にもかかわらず、リーは午後3時半に不評を前進させ、アーミステッドの旅団は、北軍の狙撃兵の線を抜けて、多少の前進を果たした。午後4時までに、マグルーダー隊が到着し、アーミステッド隊を支援するよう前進を命じられた。その攻撃は、散発的であり、統率も取れていなかった。一方、DH ヒルは、 クエーカー道路に沿ってその手段を前進させ、ウィリス協会を過ぎた。戦線の全体を通じて南軍は、北軍中央から200ヤードまで近づくのがやっとであり、大きな損失を出し夜の訪れと共に撃退された。DH ヒルは後に、これは戦争ではなかった。殺人だった。と記した。D 軍は、この損耗戦で5355名の損失を出した。 北軍は3214名がハリソンランディングまでの全工程で北軍の追いを続けた。エドマンドラフィンの資産の一部だったエベリントン高地では南軍が北軍宿営地を見下ろす機会があり、ジェームズ・カワギ氏の北軍の陣地を潜在的に維持できないものにするところだった。南軍のその陣地は北軍海軍の艦砲で攻撃できるところだったが、この高地は 格別に強固な防御地点であり、北軍が不評で占領するのは大変難しかった。騎兵隊指揮官 JEB スチュアートは高地に到着して、ジョン・ペルハム隊の砲兵隊から一門の大砲で砲撃を始めた。これが北軍にとって潜在的な危険性を警告することになり、北軍は南軍の不評が到着する前にその高地を占領した。マルバーンヒルで 半島方面作戦は終わった。マクレラン軍がリッチモンドに脅威を与えることを止めた時、リーはラピダン川沿いの北軍ジョンポップの軍隊に対抗するためにジャクソンを走、各して北バージニア方面作戦が始められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。